というわけでいかがだったでしょうか。このロケ結構大変だったみたいなんですよ。カンスケたちは2時間裏山を登ったりして探検気分。山を降りたのはいいけど今度は登れなくなっちゃったりして、天気は悪い、枝は出てくる。そんなとこでも元気に滑るカンスケたちを改めてすごい奴らだなぁと思った3日間でした。スタッフも大変でした。雪が大好きスノービーも楽じゃないですね。それでも雪が大好きだから来週もまたクールにお届けします。森泉ありでした。ではでは。